今日はエスカレーターの特別版ということで LDA にお邪魔しているんですが、特別版ということで特別なタイトルが、じゃあタイトルコールお願いします。小山田隆二と伊原智和のあんだ罪はなんだ罪は始まるよよく何の打ち合わせもなくそこまでできましたねまさかのそこまでちゃんとできるとは、いやこれはこの前のバックヤード後にちょっとこういうのあったら面白いなっていうのを僕はトモさんに提案して、あんだ罪なんだ罪あんだ罪あんだ罪なんだ罪ね内容は全く何もないですけどね。中身はない。中身は、まあ、題名だけ決めておいた、ね、そう、題名が大事かなと思って、しっくりくる題名すごいしっくりくる題名ですね。そうですね、うん、なかなかいいね。なかなかね、そうですね、うん、はい、いいリズムもいいですね。いいリズム、はい、うん、はい、まあ、じゃあ、2人も揃ってるということで、はい、バックヤードお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しませていただいて。いや、ありがとうございます。はい、ねえ、今回5箇所。5箇所。同時。なんかそれぞれ、なんかさっきちょっとね、上野村でスタッフやってた、ね、うん、方来てくれましたけど、うん、はい、すごい高尾と全然状況が違って。うん、そうですね。なんか高尾はね、あの、雨降ってたりしたけど、他の4つの県では、高尾ほど降ってなかったり、うんうんうん、天気もそうですね、うん、ね、気温差もありながら、うんうん、あとはコースのプロファイルも違いますし、ね、本当に、うん、なんかどうですか一斉5箇所でやったっていう、うん、はい、なんか違いはありました、運営的に。そうですね、あの、まあ、あのリモートでやってたので、常にその運営チームのなんかメッセンジャーグループだったり、はい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 、フェイスブックグループだったりあったので、うん、何かトラブルがあったらそこでやり取りしながらとか、うん、たまにあの計測機でこう計測ができなかったケースとか、うん、あとは、2回押しちゃったりとか、その裏側でそのマニュアル修正しなきゃいけなかったりとか、あと、まあ、あれですよね、ズームっていうシステム使って5画面を、はいはいはい、それを、フェイスブックライブで共有したんですけど、はいはい、ズームの音声が聞こえてなかったり、あの我々がミュートにしたまま喋ってたりとか、逆につけっぱなしにしちゃったりとか、まあ、そういったこともありながらも、確かに、まあ、なんかこう、あの思ってたものと、あのアウトプットは少し変わっちゃったんですけど、でも、まあ、あのうまくまとまったんじゃないかなと思います。はいはいはい、やってよかったなと思いますね。はい、そうですね、一回やってまたね、うん、次回に行ってね、つながるから、そういうのってこう、そうなんですね、うん、まあ、今回だから初挑戦がね、もちろんだけど5会場でやってるから、うん、もちろんなんだけど初挑戦の方が多くて、うん、ね、うん、高尾でもかなり初めての方も多くて、うんうん、あの初めての方と初めてじゃない方の見分け方はだいたいテントを見ればわかるんですよね本当に、はいはい、低めのテント、低めのね、なんかテントだったり、あとテントの中の配置とか、うん、あの準備してる様子とかがね、やっぱこう、うん、ベテラン勢と、うん、初めましての方々とちょっと違うなって感じありましたよね。うん、初めて参加する人はやっぱり横にこう過去に4回とか3回とか参加してる人のテント見て、うん、なんかスタートする前から負けた気がしましたってなんか何人か言ってましたよ。なんか、あ、ね、なんか負けたなみたいなね。経験でしかないですよね、うん、あれって、ね、うん、情報と、うんうんうん、そのうちみんなああいうテントがバカ売れしていくんじゃないですか他県でもそうだったんですけどね、我々高尾にしかいなかったんで、うん、ね、その他のレースの会場の様子が分かんないけど、他県は、うん、あのその要は場所の大きさによって変えてて、うん、場所が少なかったり車が入れない場所はもうテント、はいはい、で車が入れてスペースが大きい場所は上野村みたいに道の駅だったらもう道の駅の駐車場を車止めて、うん、でそこで車をエイドにしてみたいな形のところがあって、テントのところは京都と高尾の2箇所だけだったんですかね。へ、うん、島根とかも車、あ、すみません、島根ですね。あ、うん、あ、島根は、駐車場があったんですけど、要はその駐車場から道を渡って一般道、車が通ってるところを渡ってスタート地点だったんですよね。へえ。だからそこの交通整備が大変だったんですよ。だからスタートする前に選手は自分の駐車場テントから一般道を渡って、それでスタート地点に行く。
で号令が鳴ったら走ります、うん、帰ってきたら自分のテント行くまでに一般道、一般道があるんで、そこを、じゃあちょっと難しいですね。難しかったんですよね。だからまあ、うん、あのだからタイミング悪いと渡れないってことですよね。そうなんです。だから逆にあのギリギリで帰ってきて、はい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 、うん、2分前に帰ってきたらテントに行けないっていうパターンも、まあ、ありますよね。あると思います、ね。テントのに向かったりが手前で戻って間に合わなかったっていうパターンもあるっていう、あの特徴のコースだったんで、はいはいはい、はい、トモさんずっと見てて印象的な高尾の選手っていましたか？あ、そうですね、選手、選手なり、まあ、あの関わってた人というか、うん、やっぱ今回は雨だったんで、はいはい、この雨が降ったこの時期の雨ってすごい寒いんで、はいはいはい、その後どう選手が生き残っていくかなというところがすごくあのやっぱり期待してたというか、はいはいはい、見どころかなって思って、はいはいはい、あと一発目に雨降った時は選手は2時間3時間後に降るっていうことがあって、実はもうスタートしてから降り始めたんで、うん、で終わった頃には結構な量だったんで、うん、ここでみたいなところもあったんじゃないですかね。あれ下ってったら方が降ってたんですよ最初、うん、コース的に、うんうんうん、そうで戻ったらグリーンセンターの方はそんなに降ってなかったっていう現象が、うん、それ降り始めた時はそうだったんですよ、うん、それが徐々に全体的に降ってきた感じ。実際選手は、はい、あの雨っていうのはそんな苦じゃなかったですか？まあ、動いてるとそんな寒くないんですかね？僕は雨は全く正直気にならなかったです。ユウさんはあの無人とかもほぼ9割雨なんで、その雨が全く今日雨降ってるのが珍しいぐらいです。何もうむしろ普通の雨っていうのもないもんね、台風とかね。で本当これ周りが雨がって言い出したけど、そう、雨には不安はないんだよね、うん、そのいつも雨だからね、天気の一つでしかない。あ、なるほど。それがまあ日常、日常の割と暴風雨っていう状態が多いので、はい、フードよくかぶってますねってよく言われるんですけど、うん、そういう状況が多い。レインウェアしか着てないってね、はいはい、言われましたもんね、はい、無人とかも。あとなんかあの今回高尾はコース僕ね事前に何回か測ったんですよ。はい、その話して大丈夫ですか？ドキドキしてるんですけど。6.7 って僕の時計は出てたんですね。はいはい、要はだからあのコロコロではやってない。僕は、はいはい、あのカロスっていう、はいはい、あのこの時計、僕の持ってる時計でやった。はい、でやっぱり2回3回走ってもやっぱり同じ。むしろあのちょっとずれてたんで、もうちょっとあの正確性を出すためにちょっと。こう折り返しの地点をちょっと微調整したりとかいうことをやったんですけど、選手があの今回大会中になんかどうコースって2往復と3往復でロードも入れたし、あのだいぶ楽になったんじゃないかなと思うんですけど、いやなんかね難しいんですよねみたいな声があって、ちょっと距離が、うん、そうなんかあのタイムが出ないっていうことを言ってたんですね、うんうんうん、要はあの選手は自分が 6.7 もうバックヤードを何回もやってると、うんうんうん、自分が 6.7 キロを何分で走るっていうのがすごく正確に分かってるんですよ、はい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 、でそれの正確に分かってる分走った時にいやそんなにこう頑張ってないのにあのあ結構頑張ってるのに、うんタイムが出ないっていうこととか言い始める人がいて、結局それは僕に遠回しにおめえた距離投げんだよっていうことをちょっと遠回しになんか言ってたのかなっていうことを、もうこれに関してはまあトモさんがそこまで言うのであればですよ、僕らも例えば今日ねもし喋ることがあるとしたらそこは触れないにしようって言ってた。僕も出た身としてももうそれをとやかく言うっていうのはあの中ではいないと思うんですよ、はい、もう笑い話でしょ、はい、正直、はいはい、そう笑い話の一つとして話をするなら、はい、まあリュウさんの時計は僕は 7.2 キロそれ超500メーターもずれない。それがそれでまだすごいのがそうまだあってですよ。途中で実は松井さんの時計に変えてるんですよ、あの電池の充電の時のために2ラップ変えてるんですよ、うん、7.2 でしたやっぱり 7.2 で秀樹くんも 7.2、はい、みんなスントでしたっけ？いや違います。あと、ね、吉田さんもでも吉田さんはもうあれですもうトレイルコンピューターなんでですね。あの、うん、暗算で、うん、暗算自分のスピードをかける何やみたいなのが、うん、頭にあるんでしょうね、うん、7.1 って言ってましたよね。で吉田さんはあの上野さんと話してる席で、うん、
あの上野さんが結局やっぱ距離長かった気がしますねって言ったら、うん、吉田さんはえそうなの、あじゃあしっくりするわって言っててだから暗算であのクラスになると多分そうですね、そうそうそうどうも合わないと、そうそうそう、で今回沢柳くんが 6.9、うん、で藤井くんが 7.1、だから、ね、そこ近辺かな、だからみんな全員その秀樹くんともその後話したんですけど、まあなんかそのみんな GPS 自分の時計がおかしいのかなって思ってて、もう 6.7 だって思ってるからそこに疑いは 何もなかったから、あなんか GPS がちょっとおかしい、なんか林の中だと狂うのかなみたいな感じで僕一回あの思想に行ってトムさんと会った時にやっぱな実は 7.2 ぐらいあったんですよ、ダメだな俺の GPS って思って終わりましたからねみんなそこに疑いを持ってて、みんなそこに距離に疑いを全く持ってないし、まあ長かったとしてもみんな同一条件だったから、まあいいまあいいよねみたいな。上野さんがなんかどうやっても45分に入れないってなんか言ってましたよね、うん、なんか数本ぐらいしか入れなかったやっぱトイレも、ね、吉田さんも言ってましたよね、だからその45分から47分で入ってきたいのに、うんうん、結構頑張らないと47で帰ってこれなくて、一回それで帰ったらちょっと調子がおかしくなったからって、うんうんうん、はい、でこれがあれですね、僕は全然だったんですけど、松井さんがその後もし 7.2 だったらどうだったかって、うん、僕30ラップだったんですけど、うん、32ラップでした、それだからあの前回30だったんですけど、記録は2ラップくらいだからそうそう、前回より2ラップ伸びたねって、いやじゃあ練習してきてよかったですねそうそうそう、練習成果が出てるかな、パフォーマンスアップしたとか、あのちゃんとパフォーマンスみんな一応にパフォーマンスアップ、そうそうそう、トレイルランナーとかってあの距離走る人もそうだけど、はい、その距離以下だったら、例えば100マイルレースで100マイル以下だったら嫌だぞみたいな感覚があるから、うん、オイブンにはいいんじゃないですかね。あーなるほど、バースポットだって、ね、バースポットだってこんもりしてるんで、そうですよね、結構ね、こんもり多いんで、うん、暗いですから、キロじゃなくて、でも僕トモさんからそれ言ってくれちょっと安心しましたよ、はい、なんかそのね距離があって話になって、いやもう1対23で完全に僕負けてましたからねちょっと顔つき吉田さんのインタビューの最初なんか累積上がりましたって言ってましたよね、うんうんうん、たらいや下がりましたってトモさん言ったんですよねそうですそうですボリュームがその時点で多分違ってたんでしょうね、そうですよね、距離は同じなんだろうけど多分累積が上がったんだなって多分吉田さんの感覚だったんですよね、うんうん、それも下がった距離も変わってないおやーっていう感じでおかしいなーっつってで上野さんがやっぱ距離長かったっつったらあそれだったら計算合うわっていうことを言ったんですよねいや俺が自分そう自分が計測だけど別にこれは本当に変な話じゃなく、うん、大会とかもやっぱ GPS ずれるんで、うん、やっぱ3人ぐらいの平均値取るんですよ、ねね、結構みんなその日の天候とか使ってる、うんうん、それこそ時計 の、はいはい、あのブランド、はい、メーカーでずれるので、はいはい、その3人とか4人の近似値で距離って結構、うんうん、言ったりするんですけど、うん、まあトモさんが RD なんでいいんじゃないですかね。俺の時計でいいって、でその中でね、ま、勝負してるから、別にみんな同じ条件なんで、結局。そう。なんか松井さんがその東京マラソンの計測方法、あれをなんか、ね、最短距離最短インアウトインアウトでやるって聞いて、あの陸連の登録してる、はい、フルマラソンのとか、うん、まあ陸連登録のレースは必ずアウトインアウト、コーナーはアウトインアウト。うんでゴールから測るっていうのは絶対、うん、あなるほどなって思って、それもやっぱ今度バックヤードにこう取り入れて行かなきゃいけないなみたいな、ね、だそのやっぱり距離のせいかやっぱきついですよね、何度走っても、うんうんうん、だやっぱり途中とか本当に何度かもう川に落ちてレースごと止めさせようかなとか僕も思った場合もあったんですけど、今日そのぐらいきつかったな川を見るたびに、うん、そう誰もこのメンツだと俺かなみたいな飛び込むとしたらみたいなちょっとみんな追い込まれてるからねだんだんね、うん、気持ち的にね、このどこが一番こう、うん、飛び込みやすいか流れ的にもね、そのぐらいになっちゃうんで追い込まれるとね、うん、やっぱり実際にじゃああれは距離の問題ですかね、タフっていうのは距離だと思いますね。どうですか、あの足にやっぱり硬いサーフェスとかロードも入ったじゃないですか、ロードも。そうですね、うん、でそれ結構まちまちな意見があって、うんうん、でただやっぱりトモさん僕も話しましたけど、1回目の大会の時のサーフェスに比べて、うん、そのボコボコさ加減がちょっと落ち着い
ったんですよね、あそこってね。それがあの町の方たちが穴を南浅川町の方が、はいはい、やってくれたり、プラスやっぱりバックヤードによってあそこを通る人が増えたのか、硬、うん、くはなりましたよね、なんかね、うん、すごい踏み固められた感じが、うんうん、まあね、1日だけでも何十往復もね、確かに、してるわけだからね、うん、まあね、すごい転圧かかってますよね。そう、うん、でアスファルトのあの箇所に関しては、まあ俺はまああんまりね、そこも一つのちょっと雰囲気代わりでいいのかなっていうのは僕はありましたけど、うん、ちょっと硬くてうーんって思ってる人はいましたけど、うんうん、あのロードはある意味あの、まあ、ボコボコも気使わなくていいし、はいはい、結構気が楽なんですかね、はい、チャンスゾーンじゃチャンスゾーンですか、そこは。そう、ただなんかその言い草でやっぱりそのね、トレイルやってる人はアスファルトが嫌みたいなこと急に言い出すじゃないですか、レース中、はいはい、ありますね。でもアスファルトの方が進みやすいは絶対だと思うんですよ、やっぱり、うん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 、ただ感覚としてちょっとアスファルトっていうのがちょっと嫌だなって思ってるのはあるのかなって思いますけど、はい、ただ進みとしては絶対的に進むから、うん、そう、だからそこに関してはまあやっぱりあの他県の大会を一画面でやっぱりライブのシステムで計測見てると、やっぱり群馬県が早いんですよね。いやーねー、うん、驚きの速さですもんね。選手もね、あの早かったっていうのもありますけども、うん、でも全体がね、うん、そうですよね、全体的なやっぱロードっていうのはやっぱ早いんだなっていう感じがしました、うん、じゃあこれが累積も低かったんですもんね、あの群馬の場合は、ね、そうです、うん、なんであのその分やっぱ早かったと思いますし、うん、じゃあ逆にじゃあロードだと今度記録が出るのって言ったら、もしかしたらロードはロード特有の同じ動き、うん、あのその硬さが200キロまでは調子いいんだけど、うんうん、250キロからはちょっとやっぱり同じところが痛み始めて記録出ないとか、うん、逆にあのトレイルだったらあのタイムは出ないんだけど続くとか、うん、僕はやったことないから分かんないですよ。でもなんかそういったあの違いが出てくるのかなとかと思ったり、でそう考えると福島が最初の事前の予測を大幅にというか、ね、はいはい、ね、大きく裏切ってかなりね、うん、で僕事後の話だと京都がやっぱり累積がっていうかアップダウンが多くて大変だったって話は聞きますけど、うんうんうん、予測よりってこと、うん、予測よりっていうことだよね。あ、うん、でもなんかトモさんの言うように僕はやっぱどこでも一緒なのかなって、結局そこの辛さが大変さがあって、他と比べるっていうことでもないかな、このクラスになるとゴールはないわけだし、その良さはありますよね、うん、今回大会じゃ あの上群馬県が記録出たから、うん、じゃあその群馬県の選手すごいですよもちろん、うん、だけどじゃ あの東京のトップ選手より記録出たからすごいのかって言ったら、またそれはちょっと同じ土俵で、うん、同じ場所で勝負したらないとその答えっていうのは出ないっていうことだと思うんですよね。そうするとやっぱまたサテライト来年、うん、そうするとまたね同じ場所で強者が揃ってくる感じなのであれですかね。そうですね、うん、あの今回の県大会だったりはあの要は来年あのサテライト大会って、うんうん、各国、はいはいはい、ベスト15を選抜して、国別対決を行うんですね、うんうん、それいつやるって、それが来年の10月ぐらいだと思います。10月、おそらくビッグスパックヤードと同じ週の日にサテライトっていう形式、はいはいはい、でアメリカはアメリカでベスト15人選ぶし、うん、日本は日本、ドイツはで、その中で、1選手1周すると1点、うんうん、なので15人全員1周すると15点、うんうん、でどの国が一番点数が出るのかと、だから1人だけ強い選手、まあ、2人だけ強い選手がいても勝てないし、うん、やっぱ全体的な底上げで、はいはい、2人だとずっと2点が入ってくるか、うん、意味合いってことですね。そうですね、だからサッカーでいうとなんかドイツみたいな目立つ選手はそこまでいないけど、うん、あの全体的に強いとか、うん、サッカーの話だとね、どこのチームになります、はい、なんかブラジルとかアルゼンチンみたい なんかマラドーナとかペレとか、はいはい、ワンマンよりもやっぱり全体的にこう強いチームの方が、はいはいはい、勝つんじゃないかなみたいな。でもそうサッカーそうですね、でもそのやり方だとね、みんなが猛者揃いであれば、うん、点はボーンって入ってくる時間が長いってことですもんね、うんうんうん、そうですそうです、うん、ディエゴ・マラドーナだけだとちょっとすごい大変ですよねやっぱりねそうですね、この全員ね、はい、全員画が強くてね、そうもう1人だ2人ぐらいしか行かないといけないから、ね、入ってくる点が少ないですよね、うん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 、結局2人だけ残っても、うん、ずっと続けても2点しか入らないんで、うん、そうですよね、はい、5人残ってくれれば5点入り続けるんで、なんか後ろ向きでいけばプラス2みたいなのないですね、ケンケンでプラス5、ね、ダメですね、
今回モリモリにあのねケンケンちょっとモリモリやらせようっつって来年サテライトで、うん、日本大会は予定はないんですか。じゃあサテライトをやるから、サテライトやるんで、あ、全国大会みたいな、全国大会みたいな、どうか今回みたいな、まあ、予選、そうですね、そこら辺もあの本国のルールがあるんでそれに従う流れと、あとはやっぱり国内で別で、はいはいはい、やっぱ県大会っていうのが毎月、はいはい、毎年あって、うん、その翌年がなんか全国大会みたいになるようなそんな流れも出てきてもいいのかなとは思うんですけどね。だから本当に運営がサテライトって2年に1回になるんですか、うん、そうです。あ、じゃあそういうそうか、そうなんです、そういうことか、ああなるほどね、そうなんです。まずは国内で、だから今回の県大会っていうのはシルバーチケットレースって言われてるんです。あ、でシルバーチケットレースで勝つ人がゴールデンチケットレースっていうのに選抜されるんです。ゴールデンチケットレースっていうのがサテライトですね。でサテライトで優勝した人がビッグスに行けるっていう。なるほど。そうなんですよ。昨年まではまだ大会数も少なかったんで、はいはいはい、ラズが、あ、じゃあラストサムライがゴールデンチケットレース、うん、どこどこの国がゴールデンチケットレースっていうふうに言ってたんですよ。はい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 、でそこで勝った人はビッグスに行けると、はい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 、でもあれからもうどん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 大会数が増えて今250以上あるんですよ。はい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 、うん、でそれが全部ゴールデンチケットレースになっちゃうと250人行く話になってしまいます。でなんで絞ったかって言ったらラズの裏庭って75人しか選手来れないんです。あ、なので、はいはい、75枠っていうのはラズの庭の大きさの関係から来てるんですよね。だからその75人をどう選ぶかって考えた時にラズはじゃあ各国で、まあシルバーチケットイベントをやって、うん、そこでサテライト優勝した人がサテライトのゴールデンチケットイベントに行って、うんうん、というかそこで優勝した人がラズで、うん、世界中にはもう75カ国以上ありますよね、うん、そうか、うん、だから200、あ、どっかの国が 100レースとかあるわけじゃないってことですね。もう全国、はい、世界に広がってるから、はい、それは75カ国以上あるっていうことなのかな。今あのそのサテライトイベントや来年やろうとしてるのは75カ国集まってないんですけど、はい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 、でもこれが集まってしまったらラズどうするのかなって思ってますよ。あ、なるほどね。そうなんですよ、うん、そうすると、うん、どうだ、シルバーとゴールデンでこうゴールドで予選の予選みたいな感じってことですよね。そうですね、要するにね、そうです、そこのビッグスに対しての、うん、みたいな。だから要は我々が今回やったのはそのビッグスに出るための大会の一部、うんうん、なので一番こう最初のレース入り口ですよね、うんうん、で来年サテライトを運営して、うん、そして今度その優勝した人がビッグスと、うん、でビッグスの年にはまた県大会がサテライトを選ぶ大会が国内であって、あ、でまたサテライト大会がその次の年にあって、うん、そうすると県大会が2年に1回しかできないっていう話になっちゃうんですよ、うん、そうですね、そうですね、はいはいはい、それだとちょっとやっぱり物足りないんで、やっぱり毎年各県ができるようにしたいなっていうふうには思ってるんですよね。で、まあ、出る側としては毎年あったらいいなと思うわけですか。そうです、あの出る側としては、そうですね、俺 2年に一遍でいいなとは思わないんですか、やっぱり。そうですね、僕もなんだろう、その今日 LDA に来てるんですけど、 LDA のその扉を開ける前は来年いいかなと思ったけど、開けた瞬間に来年頑張ろうってその扉を開けてしまったと。開けてしまったので、ね、車に乗った時にはもう出るっつってた。多分もうやっぱり反省、帰ってる車、あの高尾のグリーンセーターから帰る車の中ではもう出たいって言ってたよ。どっちかっていうと、正確に言うと、やっぱり、ね、うん、結果も出ないとやっぱりこの反省でしかないじゃないですか。いろいろとやっぱり、うん。ちなみに今回どんな反省があるんですか。反省、そうですね。ただ感じたのがやっぱり僕の今持ってる力だとして時にはやっぱ27ラップの体感が変わったっていうのがすごくはっきり分かった。体感的にそれが、その通常のスピードで走ってきたのが、走ってるつもりで行ったのが、時間を計ってるターンする場所でちょっと遅れ始めた、うんうんうん、遅れて、あ、まずいな、少しちょっとスピード上げなきゃって上げた、次にこうそこのターンして上げたスピードすらも通常のスピードが遅かったっていう、うんうんうん、その自分じゃもう一生懸命やってるつもりが、うんうんうん、もう
そのスピードに追いつかなく追いつかなくなってきたっていう現象が起き始めたのが27ラップだったんですよ。あ、それあれじゃないですか、あのコースが距離長かったから結果でもそこだなと思うんですよ結果で僕あのコーンを少しずつこう前にちょっとねそうずらそうかな、ずるずるずる、うん、最後は東屋ぐらいのところにするぐらいね、東屋でいいんじゃないかなみたいな、うん、でそれははっきりだから、まあトモさんにも話しましたけど、そこの体感が変わるラインをとにかく自分で引き上げなきゃいけないんだなっていうところがまず、うんうんうん、まあ普段の練習になるんですけど、やっぱベースですよね。そうですね、ベースアップかなとは、うんはい、まあそうね、違う、いいんじゃない、そうなんじゃないですか、あなたがそう思うなら、ほら走ることに対しては自分あなたがそう思うんだからそうなんじゃない、うん、であと何なんだろうね、まあ、その今回初めてだよね、めまいを起こすってね、あ、うん、こう 目が合わないっていうかさ、うん、もうなんかほんと ほっぺた引っ張った方がいいかなぐらい目が合わない、うん、結構もうエイド入ってきた時、うん、もう上の月の方面の方角を見て、うん、あれはだから距離が長いなって多分、うん、月の方を見て月まで遠いなと遠いなってそうフラフラしてましたね。そうね、うん、まあだからほらだんだん休憩時間が減ってきて、うん、食べれるものがまあ、食べれるものが食べれなくなってきて、うん、それを見越してこっちはあとドリンクとかにエネルギーをもう混ぜ込んでるんだけど、うん、そのドリンクですら飲んでない集会が、うん、その27、26ラップぐらいから始まってて、うん、それを言うとドリンク水でしたよ、混ぜてんですよ。それを言うとなんか俺は飲んでるって、うん、俺は取ってる飲んでるって言うんだけど、もう戻ってくる水の量が全然減ってない、はいはいはい、減ってないよって言うとそれは最初から満杯だったとか多かったとか言うんだけどいやいやもうこっちああ言えばこういうのそうなの、まさに芦田さんがいっぱい入れてくれてたなって、いやいや違うんだ、飲んでないのだから、芦田さんがのもうなんかその2人今回ね、もし芦田さんいて、うん、で私がこうフードのいけそうなフードを出してる出したり、あとマッサージガンでマッサージをバーッとしてる、うん、でもう、やることがいっぱいあるから、芦田さんはその水をもう作ってある水を渡すっていうのに専念してもらって、うん、で水を渡す芦田さんが減ってないけどどうしましょうっていうから、まあ、減ってなくてももうエネルギーの量を中に入れてるエネルギーの量を変えてるからもうボトルごと変えてくれっていう話をするんだけど、毎回減ってない減ってないってかなり減ってないそう飲んでるつもりだったけどな結構、いやだから途中で、ね、もうめまいを起こした時にこのめまいの原因ってなんだろうって考えて、やっぱちょっと 脱水がもう始まってるって、うん、その貧血をもともと持ってるから、うん、でも貧血の治療は行っていったじゃない、うん、その前々日のバックヤード、だから貧血がそこで出るっていうことはないだろうから、うん、まあ疲れでめまいを起こすっていうのでもうちょっと急激なめまい、うん、だからもうこれは脱水かなっていう、うん、そうそうそう、うん、かなりまあ見てても夏場のレースとやっぱ違うんで、うん、塩分の量がすごい、うん、ナトリウムをもう意識的にこう取っていかないと、うん、まあ脱水になっちゃうだろうなと思ってかなりこう食べ物だったりなんだかんだに入れてたんだけど、うん、もうやっぱりこう、うん、走ってる最中の補給は本人に任せるしかないんで、うんうんうん、そうすると走ってるやっぱ 6.7 で水分とか塩分をしっかりそこで取れてないと厳しくなってくるよねっていうのはすごく感じたかな、うん、まあ、だから季節的な、それが多分夏だったら言わなくても飲んでんだろうし、うんうんうん、冬でももうちょっと暖かければそうなんだけどだろうけど、雨も降ってきたりとか気温が下がってくるとやっぱりそこの意識が減るのかなっていうのは感じ、課題ですね。やっぱなんか本当にちっちゃなことの積み重ねが結局ずっと一個一個積み重ねてね、うん、一周一周積み重ねるじゃないですか、うん、だから本当に些細なことが後々すごく大崩れするのがやっぱり出ますよね、うんうんうん、かなっていうのはね、うん、思いましたね。そうですね。でも元気な時こそまたその気を使わないとその積み重ねになってくる感じなんで、うんうんうん、あのね、筋肉の マッサージもそうだし、はいはい、こう崩れない前に潰しておくっていうのがやっぱりあって、うん、そこは、ね、念入りにやって、熊本で優勝したジュンさん、ジュンさんが、うん、あのタコを見に応援に来てくれた、うんうんうん、
で、あの私たちのテントも来てくれて、うん、ちょうどこうマッサージガンでダーってやってたら、うんうん、何これ何これって言うから、もうこれ高尾のマストアイテムですよって、うん、高尾に来たらこれを持ってないと戦えませんよって言ったら、うん、もうそんなの持ってる人誰もいなかったって言って、うん、本当にって言って、もう隣のテントもその隣のテントもみんなマッサージガンで本当だ、高尾みんな持ってる、あれはマストアイテムですね、うんうん、まあ、ね、今回あのどっ、佃田くんのテントは鍼灸師いましたからね。あ、いましたね。そう、いました。プロがいらっしゃる。いよいよこの時代が来たなって。本当、本物がいらっしゃって、本物大人気でね、いろんな人を治療して、そういう感じになってくるんですかね。玉川さんがちょっとこう肉離れっぽかったのも、うんうん、こうね、治療してくれてた、うん、あ、そうなんだ。そう、なんかあったらそこに戻れば治る場所みたいな感じですよね。なんで何が起きるかわからない。本当本当。松井さんのテントもね、あの何でもあるし、あんこ以外は。あんこ以外、そう。唯一ね、あんこだけなかった。ちょっともうショックだ。何でしたっけあの話。だからあの、ね、私たちがもう、はい、龍二がリタイアしちゃって、はい、向かいのテントの秀樹くんのテント、はい、秀樹くんはまだ頑張ってて、はい、でいろいろ片付けしながら、あの買い出しに私たち途中で行くこともできないんで、うん、あのもし足りないものがあればと思って、私結構かなり持ってきてるから、うん、あのもし足りないものがあったら言ってって言って、本当にね、な、本当にこう4日過ごす気でいたから、うん、結構驚くぐらいいろんなもの持ってるよ、うん、何でもあるから言ってって言ったら、じゃああんこくださいって言われてそれだけはない、あんこはなかったあんこかもうなんか何、蜂蜜から、うん、メープルシロップから持ってるけど、うん、あんこはないわそれだけないよそれはない。でもやっぱりひできくんところも4日過ごす気でいるから、やっぱすごいんですよ、うん、果物も生で何種類も持ってきてて、うん、だから持ってない果物ないんじゃないかっていう、うん、食べてないけどまだ洋梨があって、うん、みかんがあってオレンジがあってみたいな、うん、だったし、そうそう、みんな結構こう長く、本当に長く過ごす、うん、吉田さんだって、うんうん、あのそう引き出しのね、なんかこう、うん、あのカラーボックスにもうぎっしりでしたもんね、うんうん、吉田さんがあの、まあ、あの選手が辞めていくとあのテントスペースが空いていて、はい、本当にスタート目の前に2ついい場所があって、うんうん、あの移動 しましょうっていうことで、あの、まあ、あの先着なり、うん、人数が多かったらじゃんけん大会しますって、うん、吉田さんと、もう一人佐藤さんが、うん、佐藤さんじゃないかな、佐藤さんだと思います、あの、ね、お一人の方ですよね、そうです、うん、が移動できるってなった時に吉田さんみんなで手伝ったんですよね、はい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 、その時にテントから出てきたものの多さにあのテントの中にこの量が入ってるっていうことにも結構周りのサポーターもざわついててあれ絶対、いや出したけど入らないよっていう人がいてで最後入ったんで、いや入ったよっていうことでびっくりしてましたからね。いや本当に本当に、うん、で吉田さんは土足であのテントの中に入るのね、うん、でも奥さんと息子さんは、靴を履いてないの、うん、だからそこはなんか混合の部屋なのね、うんうん、で吉田さんが出てくとこの、何15センチぐらいの、うん、あのほうきがちゃんとあのテントの中にはあって吉田さんが出てくと一回一回掃除しててもうなんていうの、もうこなれてる感が、うん、もうだって準備の中でさ小さいほうきを持っていくなんていうのはさ、うん、ないじゃない、うん、確かに。そうだけど、あとなんかもう あなたにはちょっと話したけど、あの一人でね参加してた方で、一人じゃない、あのサポートついてた方だけど、マットレス引いて、うん、羽毛布団を持ってきて寝てる方いましたね。あ、はいはい、あの家のような家の方、うんうん、あれそうですね、いましたね。でなんかもう片付けをするからって先に屋根を外したら、あの本人がこう本体が青空ベッドで寝てる人が、うん、コントみたいになってた、うん、なってた高田純次のなんか、うん、寝起きのバズーカ砲みたいな状態の人が出てきたりね。長野出身の方だったと思います。そう、あ、そうです、うん、そうサポーターが高尾の、もうずっとの、うん、お飲みになってらっしゃった、うん、そうですね、名前が出てこない。知ってる人ですか。はいはい、もちろん。あ、そうですよね、はい、最後俺全然酔ってないって言ってお酒をこう全部膝の上にこぼしただからこうみんななんかこう寒いっていうのを分かってるから、なんとなくの暖房の
暖房の機器を持って持ち込んでて、うん、石油ストーブの人もいればガスストーブの人もいて、うん、山田洋さんはなんかすごい石油ストーブですよ、しっかりしたストーブ持ってきてて、うんうんうん、ね、そうそう、基本的にはガスがやっぱ多いんだけど、うん、で、上野さんは暑いからいらないって言って、うん、なんか待ってる方は寒い、サポーターも寒いからずっと本当は欲しいけど、うん、前回やっぱそのストーブ持ってったらテントの中が暑くなっちゃって気持ち悪いからやめてくれって言われたって言ってて、過去4大会の中ではそんな寒いんですけど、もっと寒い年ありましたよね。だから一発目ですよ、1回目ですかね、2月 の, そう、うん、の外に置いといた飲み物が凍った、うん、凍ったって、うん、あれの明け方とかすごく寒かったっす、ね、うん、あの時はもうみんな中に入ったじゃないですか、うんうん、もう寒すぎて待ってる人たちがもう外に入れなくて、うん、いくら外で火を燃やしても耐えられないって言って、うん、あれは寒かったっすよね、つららもね建物できてましたし、さくら連れてった時につらら取って喜んでた記憶がありますから、うん、2月はちょっと ね結構死と隣り合わせな、うん、待ってる川がね結構ね、だからこれで今度47都道府県やるんだったら同日ってなったらやっぱり北海道とか沖縄も入ってくるんで、うん、そうなってくるとこの時期的にそうですね、今の時期は厳しいんじゃないかな、そうです ね, ですね、北海道雪降っちゃうかもしれない、確かに、うん、もうちょっと中盤なんか夏なのか秋なのか、うん、そこら辺にずらしていかないと厳しいのかな、夏のバックヤードってないですもん ね、うん、夏も夏で、本当のやっぱ沢に入りますよね、うん、リアルにうん、おりますよあれは、うん、間違いなく水かぶってくるとやっぱり川沿いのレースの方が強くなってくるでしょうね、うん、で人によってやっぱレースね季節によってやっぱ強い弱いが多分出てくる可能性がありますよね、もう本当夏だったらかぶり水が必要になってくるね、うん、もう帰ってくるたびに、うんまあ、僕夏あの袋であのちょうどグリーンセンターの余裕で脱出症状でしたからね、ああ言ってましたね、うん、だからやっぱ夏はなかなか厳しいかなと思うけどね、やっぱね、うん、レース自体もサテライトもサテライトで今度は来年その各国でやるん で、はいはいはい、で昨年もやったんですよ、はい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 、サテライトでそこで上野さんが勝ったんですね、はい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 、で上野さんは今年 の、 その、 あの吉田さんとかモリモリとか舘野さんが出たビッグスには行けなかったんですね、うん、仕事の都合で、ただ選抜はされてたんです、でその時もそうだったんですけど、やっぱカナダは雪降ってるし、うん、シンガポールはもうめっちゃ暑そうにしてるしだから一概にやっぱりこの世界大会と言っても、うんうん、その気象条件がもうラズの10月に開催するっていうのはほぼ決まってるんで、はいはい、やっぱり不利な国は不利ですよね。ちなみにビッグヤードってあのビッグヤードビッグヤードもう距離がもう67メ7キロぐらいになっちゃうじゃないですか一周ビッグヤード、それ松井さんやりましょうよ一周67 7キロで名前何周できんのみたいな、あのなビッグヤードあのグリーンセンターのレジェンドの永田さんを、うん、もう名前をやっぱりうっすら中田さんみたいな感じで、はいはい、書いてインスタに上げてて、はい、JR さんに突っ込まれてましたよね、そこで永田さんだって分かってたんだよ、漢字どれだっけなとか思ったら永田さんになっちゃったいやそれはいいんだけど一旦ね、うん、あのバックヤードは世界的に屋内でやってるとこって、うん、あまだ聞いたことないかもしれないです屋内でやっちゃいけないわけじゃないんですよね、ルールはありです、ありです、ありです、あのもう距離が 6.7 だったらいいってことですよ、毎時0時に、まあ0時になった時にスタート、同じ時間にスタートしてれば別に、ま、ドフラットでもいいってことなんですか、はい、ドフラットでもいい、ドフラットでもいいってことですか、ドフラットでもいいです、だからなんかこう距離だけってことなんですね、例えばすごい究極体育館の中とかでもいいってことですよね、だからトモさん一度こう出ようとした大会があったじゃないですか、あの、うん、バックヤードであのどこだ、シンガポール、シンガポールの、はい、砂浜って言ってましたよね、あれビーチバックヤード、もう絶対きついじゃないですかね、きついと思いますね、はい、ビーチヤード、ビーチヤード、ビーチバックヤード、はい、ビーチヤード。砂浜の質にもよるけど、うん、日本みたいな砂浜だったら、ね、かなりきついですよね。じゃあ時期によってはもう室内バックヤードが出てくるかもしれない。うん、そう。あとサスケバックヤードみたいなのもあるかもしれない。障害物、障害物、障害物、サスケヤードが、サスケヤードね。6.7 だけでいいのであれば、本当いろんな可能性がありますよね、でもね。足元もそうだし、うん、場所もそうだしね。場所もね。うんうん、トレッドミルはよく多分ダメだと思うんですけどね。
動いていればって感じですよね。だから上野さんは一回トレッドミルやってましたよね、うん、あれはそうですね、あのクアランティンバックヤードってやつで、うんうん、あれはトレッドミルの人いましたね、うんうんうん、だからなんて商店街のアーケードの下とかでもいいんだ、だから、ね、うん、屋根があった方がいいって、例えばほら雪が降るような時期だったら、うん、トンネルとか、あトンネルね、うん、あでもトンネルのやつ、なんか立野さんが前出た時トンネルの中をひたすら走るレースに出てたもんね。 99% がトンネルの中ひどいそれ、江戸が反対側のずっと夜だからね、うん、トンネルの反対側と反対側が江戸いやそれと距離1本どのくらいなんですか。1本2キロとかそんな感じだったんですね。それひたすらひたすらで200マイルだから、それを200マイル、うん、160往復したんじゃないですか。たまにやっぱ日を浴びないと気がおかしくなりますよねそれね。なんかもう、へえ、トーマさん、来年のそのサテライトのコースっていうのはまた、はい、そうですね、考える感じですか。やっぱ記録出た方がいいんで、うん、記録出やすいコースにしたいなって思ってます、ね、エスカレーターとかでエレベーターとかエレベーターとかなんか吉田さんと話してて、うん、じゃあどんなコースだったら記録出ますかって言った時に、うん、イギリスみたいなコースって言ってたんですよ。イギリス、うん、でイギリスがその今回モリモリたちが出たビッグスの前に80時間っていう記録が出てたんですね、はい、イギリスだ、うん、それがイギリスのコースで、どんなコースかというと、もう本当ドフラットな土質の、うん、もうトレイルというかクロカンのコースのような、うん、あのウッドチップではないし、うん、林道でもないんだけど、よくある優しい土の、うん、あのトレイルがずっとまっすぐで、こうなんか周回なりしたら記録出るんじゃないかっていうふうには言ってましたね、うん、障害物全くなく、やっぱりフラットっすよねそれは、うんうん、多分、うん、マストになってくるな多分ね。あとはずっと応援してくれる人たちがいるっていう気が抜けない、うん、頑張れずっといるその人たちが、うんうん、まあ、東京マラソンみたいな感じのイメージでバックヤードをやるってことですよね。応援係、まあね、うん、確かに。あと気温もそうだし、うん、身軽で走れた方が絶対いいから、うん、結構こう応援に来てくれる方何人かいて、うん、みんなちょっとこうバックヤードに憧れもあって、なんか出てみたいなみたいな気持ちで応援に来て、うんうん、これはないなって言って帰った人が2人ぐらいいや、これちょい、もし可能性があるならチャレンジしたいなと思って応援に来てみたけど、うん、見て分かりましたね、ないですねっていう、うん、でも本当スタート切るのって本当の24時間後だと思うね、あれやっぱり、うん、あそうだね、改めて思いましたね、やっぱ24時間後、うんうん、まあ、24時間っていうのがどうしても染みついちゃってるっていうのが、うん、そうだからランプラストレイルさんが取材に来てて、うん、なんかどうですって言われたから、うん、あのこれ24時間経たないと状況変わんないですよっつって、うんうん、多分明日来てもこのメンバー全員いるから、うん、明日の朝もう一回来て、うんうん、そっから取材始めた方が、うん、最初の1時間2時間って何にも変わらないじゃないですか、うんうんうん、みんな元気だし、うん、みんなやる気だし、うん、ランニングイベントですよね、うん、最初なんか。だから24時間のだから22時間ぐらいから いて、うん、そこから本当に物事が変わるのが24時間からもうガラッと変わってくるから、うんうんうん、バックヤードって本当に24時間まではみんななんとか100マイル達成っていうのもあってが、そうだから本当に24時間っていうのがね、人のこう体内時計なのか分かんないですけど、うんうん、100マイルって数字なのか分かんないですけど、うんうん、本当そこをなんかやっぱどうしても目印にしちゃってるのかなっていう、潜在的にもどうなんですかね、完全に体感的にもさ、うん、本当にちょっとこう疲れ始めて、もう疲れてきてるんだけど、そうなんかそこからいよいよ始まるなみたいなっていうのは大きくあるかなっていうのは感じです。なんか我々もトレーラーなんで100マイルっていうのは意識してるし、うんうん、24時間軸で生きてるんで、うんうん、やっぱりあ1日経ったんだっていう概念がやっぱあるんで、やっぱそこで脳がこう惑わされるというか、はいはい、うん、っていうのはあるかもしれないですね、うん。だまあ僕が走り始めた頃ってバックヤードがなかったんで、はい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 、いやーいいなーって思いますし、なんか自分がこの距離を今100マイル100タイムスって形で増やして、まあ、やってるんですけど、当時はやっぱり10キロレースとか5キロレースとか15キロレースっていう距離が決まったものがあって、それに対して15ができたら次は50に行こうとか、50ができたら破切ねだとかいう感じだったんですけど、バックヤードの場合は
距離が別に決まってないし、はい、時間も決まってないんで、はい、あ、じゃあ自分がどのぐらい走れるのかなっていう、うん、あの限界値っていうのはやってみないとわからないし、ある意味あの距離ではないんで、うん、そうだからトムさんがあの書いてたじゃないですか、うん、バックヤードのあのね、はい、ホームページのブログに、はい、その本当初心者から、はいはい、ベテランまで、はい、だ力を試せるっていうのは、うん、確かにその通りだなと思って、はい、よ、うん、そうですよね、うん、こう決まってないんですもんね、普通のレースとのリザルトにはならないですね、うんうんうん、こういやだから本当にそのゴールがあるレースで速い人が、うん、一番そこに先についた人が1位っていう、うん、スタンダードな形とは、うん、リザルトのこう順番が変わっていくっていう、なんかだからそうですね、うん、あのいろんな人にチャンスがあるあると思いますねっていう感じがありますけど、だから本当にいろんななんか過酷なイメージ、トップ選手しか出ないイメージみたいなのがなんか固定概念的にあるかもしれないですけど、うんうん、そうじゃなくて本当に走り始めた人でも、うんうん、ちょっと自分の限界をちょっと試してみたいとか、うん、10キロやっと走れるようになったけど20キロわからないっていう人でもやっぱ参加してもらって、うん、周りもやっぱりすごいランナーもいるし、うん、それを見てこう、あ、世の中にこんな人もいるんだっていう一つのなんか、うん、その人の人生が変わる分岐点になるかもしれないんで、うん、どん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 入ってきてやってほしいですね。はいはいはい、それ誰でもそれが共通して、うん、そのすごく実力がある方、はい、じゃあ初めて、うん、そんなに私走ってませんみたいな方でも、うん、同じことを多分感じるのが、うん、その一本の大きさなんですよ、自分にとって の, そ, このその先の一本の大きさ、うん、それがこう位置が違うくなると思うんですけど、うん、はい、その人たちにとってはその一本になるから、うん、同じ距離で 6.7 って距離で一本、その次の一本っていうのは、はい、みんな次の一本っていうのを持ってるから、はい、それの大きさをすごく感じるっていうのは、うん、みんな誰でも感じるかなと思います、うん、そこの一本を行くっていう、うん、それは感じられるかなと思いますけど、なんか群馬県大会はその42周目ぐらいでキロ4分台で30分台でなんか28分と柴脇さんが帰ってきたのを聞くと、あれね、その前の週で辞めた人はマジかって思っちゃいますよね。いや、なるともうなんかこう、ね、崩れ落ちるよね、なんかうわーってね、うん、そうね、28分なんかね、どうやっても疲れないっつって、ね、ラップの最速記録を作るっつって、どうやっても疲れないってすごい、すごいすね、リカバリーランになっちゃうって言ってたっつってたね、うん、さっきリカバリーランになっちゃうから疲れないから、うんうん、でトモさんその FKT ね、あの東海自然歩道、うん、あの長い距離をこう行こう、でその どちらかの方がその往復、その10段の往復のチャンピオン、うん、そのやっちゃうっていう、うんうん、って考えた時に、うん、もうちょっとあれですか、レベルがすごいですね。能登、ね、半島からひ広なんかだっけ、だから端から端でしょ、本州、あ、そうかそうかそうか、の往復、往復だよ、ね、往復、本州の端から端、竹部とかが片道のレースに出たのを、それを往復で帰れますっていう、一回僕もあの FKT 前にタケプがやっぱ今年はあの横断もしたし、プラスあの日本海から太平洋抜けです富士山のやつもやったんで、そこら辺はもう経験値が豊富なんでいろいろと話聞かせてもらったんですよ。でその時も言ってましたもん、その日本の横断、縦断、横断した時にゴールする2日前にもう逆から走ってる人がいたってそれがその人なんですか、と何人かいるみたいな、何人かいる、そういう人たちが、いやだから桁が違う人がこう、ね、こうね、どこにそういう人たちは普段隠れてるのかな、いやすごいですよね、ゴールする2日前に戻ってきたってすごい、戻っちゃうっていうのがね、だって別にそこに行けばゴールなのにね、じゃあ戻りますってなったってことですよね。あのアメリカのバッドウォーターもそういう人いるらしいですよ。ゴールしてまた戻ってでまた上がってくる人って、だからバッドウォーターでいくつですか、135マイルです、135マイル、はい、200キロぐらいですね、はい、200キロぐらい行って帰って、だから600キロぐらいやっちゃう人もいるらしいですよ。あれバッドウォーターってすごい条件なんですよね、カラッカラの、はい、いやでもね、うん、だからな、何何なのみたいな何何なのですね、確かに、でもなんとなくあの松さんが言う小林さんが、うん、あの走ってないのに、はいはいはい、よく
100キロとか走れるなっていうのとちょっと同じ感じがするんですよ。もう分かっちゃってるっていうか、もうその人たちは、うん、感覚と感覚がもうその距離慣れしてるじゃないですか、のかな、不思議だわ。なんか我々ウルトラランナーね、やっぱ長い距離走るの好きだと思うんですけど、もともとみんなウルトラ始めた最初からウルトラじゃないじゃないですか、最初は5キロとか10キロから始めて、でだんだんとやっぱり人間の欲ってね、辛いもん好きな人は辛いもん食べたくなるし、ウルトラランナーはもっと走ってみたいし、でどん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 距離が増えていくと思うんですよね。でやっぱ究極っていうのはやっぱどんどんね、そういう人たちって100マイルで200マイルで500キロ1000キロでなんか世界横断みたいな、でもバックヤードってゴールないんで、そういう人たちにとってはもううふーみたいな、相手が格好の大好物、大好物みたいな。なんか吉田さんの奥さんも吉田さんがそんなことを言ってたみたいで、やっぱ終わりがないっていうことがやっぱ究極に楽しいと、あ、今まではこうやってどん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 距離増やしていったんだけども、やめなきゃならないっていうね、もうレースがそこって言われたら、もう日程だろうが距離、まあ、大体距離ですよね、距離で終わりって言われちゃいますもんね、でも終わりがないからこそ深いっていうか、もうだからもうあれですよね、ブラックホールみたいなもんですよねとか無限とか、でもそうですね、あり地獄、インフィニティとかだけど、そこにやっぱり来る人たちはやっぱね、そこが楽しいって言いましたね。じゃあまだ挑戦するんですか？そうですね、やっぱりそれ言わしたいんでしょ。でもなんかでもさっき言ってたじゃん、お前結局さみたいな、どうせとか、まあ言うと思ってましたけどね、やる、どうせやめないんだろう、またそうやってみるとそこでまた感じるものが出てきてしまうんですよね、やっぱりこれ不思議なもので。そうでしょうね、だからなんかもっと準備をしてやりたいなっては思いますけどね、周り大変だけどね頼みますよなんか運営してても思うんですけど、絶対思ってた通りにならないんですよね。ならないですよね、ならないんですよ、本当にゴールがないんで。それは思います。まあ、今回はね4日間とかの準備したけど、今回は気象条件もあったし、いろんな条件もあって2日ぐらいでは終えたんですけども、それも想像してなかった。そうですよね、もうどん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 記録が伸びてくるんで、記録が出るもんだと勝手に思っちゃってましたけど、でもやっぱりその気象条件だったり、そこの時の気温だったり条件だったりコースだったり、全部そういったものが入り混じって出てくるアウトプットが全然違う。そうですよね、なんか大会でもその、タイムが伸びてくるっていうのは、全体が速くなったとかね、そんな話があるけど、やっぱりやってみると、まあ、同じ場所ではあるけど、まあ、コースは若干違い、あ、それでも距離が長くなったからじゃないですか、あ、そうですね、それはありますね違う、だって30、非公式は32ラップですよね、どっちが非公式ですかそうだけど、なんか、まあ、冗談抜きで今回はちょっとスタートからみんな暗くて、それはちょっと、それは森さんがいなかったからだけです。やっぱそうかな。よだれてたね。その代わり高健さんがいたからね。あの二人ちょっとバッティングさせたいですね。いやすごい、なかなかそうですね。強烈ですね。そこバッティングしたら、でもなんかみんなこうちょっと世界レベルの記録をもう高尾は割とこう意識してスタートしてるのかなって思うような、頭経験者が何人も書いて、その人たちがやっぱこう24時間まではウォーミングアップみたいな雰囲気がちょっとあって、ちょっと実際かたこう割と静かな戦いがずっとあって、でも仲良くと喋ってはいるんだよね。そうなんだ。だからまあ特にやっぱ最初はやっぱね、いろいろ考えてるのかなって、みんな俺もそうだし、挨拶程度で走ってて、で途中から割とそうですね、夜だ次の日だよね、日がこう一回体が楽になるのは次の日の朝にこうなんか割とああでもない子どもなんて喋り始めて、冗談言いながらっていうのは次の朝から始まる感じだった。あれ前も3時スタートでしたっけ？前ってもうちょっと早かったですよね。前も3時スタート、一番最初は違う、違います、12時とか、そんな感じですよね。だから3時のスタートだと夜がすぐ来るのよ。そうだから結構
夜に備えてやっとかなきゃならないことが多くて、うん、暗くなってから準備したくないことっていうのが私たちもあるわけよ、うん、だから結構スタートしてしばらくずっと割と慌ただしくて、うん、で夜が長いっていう、うんうん、そう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 、そうですね。あれはあのね、あそこ築堤ってところ通るじゃないですか、はい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 、そこで築堤が営業時間が6時まで でその築堤にはいつも挨拶しに行くんですね、はい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 、でもあのやっぱりあのなるべくあのお客さんがいないときに、はいはいはい、ボリュームゾーン、まあ、ボリュームゾーンというのは24時間、はい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 、で結構あのバックヤードって人数が減ってくるんで、うん、はいはいはい、そこをなるべく我々も気を、はいはいはい、まあ、配慮してでその時間帯にするっていうので、やりましたね、うん、なるほどね、うん、そこまたそうですよね、うん、スタート時間が違うのでもちょっとこうやり方も、うん、やり方っていうか、そう割となんかこう、いろいろ変わるかな。スタートしてすぐ暗くなって夜だからすぐ暗くなるから夜が長い、長だから次の日の朝がすごく遠く感じて、そう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 、なんか朝が来ない、ね、朝が来ないっていう、うん、初日には 2週やってライトでしたからね、ライトをつけ始めたんで、うん、すぐまあ夜だったんですよね、うん、本当にやっぱり、うんうんうん、で朝が来れば元気になる、今のこの感じよりもうちょっと元気になるだろうなってみんな思ってるから早く朝が来てほしいんだけど、なんかね日も遅くなってきてるから、誰か言ったら高尾は朝来るの遅いからなっつって特にあそこは谷合いみたいな感じだから、すごい日がこうね照らすのが遅いって、そう4時な、4時っちゃ暗いですもんね、まあ、あそこね、そうですね、うん、確かに確かに、でも今回も特になんかもう何時なのか全然気にしないですよね。で誰かもやっぱりその週のラップしか見てないから時間しか何時、うん、今何本目とか全然意識してないんですよね、うん、ほとんど、うん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 、まあそうだよね、あなたも意識してなかったでしょ、時間も自分が何本目ってそうだよね、うん、だって特にやっぱりバックヤードって本当最初序盤なんか、まあ、最初の日だよね、うん、やるのが結構当たり前になるから、うん、本数気にしてもしょうがないっていうのが、もう来たら、まあね、出て帰って休んで出てっていうことの繰り返しがないから時間も何もない、うん、そうだよね、で、うん、待ってるがもうなんか今が何本目かみんな時間でもだん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 わけが分かんなくなってきて、疲れてきてるから計算もうまくいかなくて、ね、何週目かの時にこれ今何週なんだろうねって5人ぐらいで話し合ったんだけど全員違う数を言って指でこうやって折って数えてくるんだけど、それでも全員間違った数を言って明らかにだからなんか普通のレースとは計算が違うというか、うん、あのそうね、時間とね、普通のレースは時間と距離がすごい比例ってかなんていうのバラバラになるから、うん、今何時で何キロかっていう計算をいちいちするんだけどさ、もうこれに関してはさ、そのラップの時間だけ気にするだけでさ、何本とかそのね、うん、帰れば1時間終わるしっていうところでもう分かっちゃうから、うんうん、ずっとこれをとにかくこなさないと夜は明けないしみたいなのがあるし、うんうんでなんか人によって、割とリュウさんは一回帰ってきて次出るまでの残された10分とか同じことをしてるんですよ、うん、栄養だから食べて休んでの2本を必ずするんだけど、うんうん、人にやっぱ全然違うなと思うのは見てて、うん、食べなくてただ寝てるだけの時間を取ってるとか、うん、あとなんだよ、リュウさんみたいな同じリズムって人もいるし、うん、食べるマッサージする寝るっていう3本をこうローテンにしてる人もいるし、結構なんかそこがこうどれが一番なんかどういうやり方が一番いいんだろうって、まあ毎回毎回同じことをする人とその 3回をこう1回にしてるっていうのかな、食べる時間、食べる週、寝る週、マッサージする週みたいなのを回してる人、そういうパターンも、これだから1個思ったのがこう本当にあの本部につできてた あった時計 あのデジタルのあれを、うん、やっぱテントに置いといた方がいいかなとか思ったりした、パッて見て分かるように、あ自分たち、ね、そう自分たちで、あそれね、それ実は上野さんとかやってたんですよ、うん、だからそれね、あのデジタルなの時計あって、そうだよねって思ったんだ、で俺もこう見るのがもうなんかちょっともう面倒というか、うん、そうなの、何が起こったかっていうと、一回いきなり3発2発の笛がなくていきなり1発の時があったんですよ、途中でなんかみんな飛び降りて、そうそう、なんか、ま、割と序盤だったからさよかったけど、テントが一緒にザワってこう、そうなんか鳴るはずの笛が鳴ってなくて、今1だよね、今1だよね、カンちゃんがあの時計が見える位置にテントを立ってて、うんうんうん、かんちゃんがあれ笛吹いてないねって言って、うんうん、今回は笛吹かないんですかって言ったら、
え、鳴ってないってそこになって、うん、もうそれが58分59秒ぐらいでもうピーって笛が鳴ってもう1分ぐらいで、でもみんなほらその前の3分前から笛が鳴るからピーって鳴って、これが最初の笛だってみんな思ったら、うん、ピー1分前ですって言われたからもう今一発やねんバサーって言ってみんなが起きて、そう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 、笑い話です。あれ割と早い時間だったからまだ、ね、そうそう、みんな瞬発、ね、もう一気にもう本当にこう布団がみんな寝てって寝てる状態じゃないですか大概の人が、はい、みんな本当にバサって飛び起きる音がね、うん、そうなんか最初のあのなんかまあ機器のトラブルだって言ってましたね、あの鳴らなくてやっぱ笛を導入するっていう場面があったんですけど、うん、そうそう、でたまにこうならない時もあったりそれ結局それねまた調べなきゃいけないんですけど、うんうん、でもあってパッてテントでね、うん、サポートの選手も分かる、それがあればって次は思って、そうあとはね、うん、日中やっぱ応援の方が多いと、うんうん、奥私たちが一番奥だったでしょ、うん、だから奥ってやっぱ、うん、声援でかき消されちゃって笛の音が聞こえてないんだよね、うんうん、だから結構最後は今何分今何分今何分って、うんうん、言い合ってあの、うん、言ってこう回すっていうかね、マッサージガンの音で聞こえてそうそうそう、これやってやらやってもらっててもうなんかでも残っちゃうね耳に笛が、鳴ってない今鳴ってないって言ったら鳴ってないよって言ったけど、この人も聞こえない時があっていきなりもう2発になってる、そう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 本当本当もうでもあともうやっぱあの音も残ってるから家に帰っていくからもなんか笛が鳴ってる気がするみたいな、ペーペーペーってそうそういえばリュウジは寝れたんですか、寝れて寝るんですかああいう競技中は、僕はだから結局今回そのマッサージガンがすごく効いたので、はい、で周回まだ一桁の時点で少しやっぱ足の張りを感じたからこれをちょっと引きずりたくなくて、でマッサージガン投入したらその一歩のラップに対してあの一発のマッサージがめちゃめちゃ効いたんですよね、うん、楽に明らかになったから、うん、いやこれはもう一番にこう考えたいっていうのを途中で思って、うんうん、でマッサージガンをやりながら、あ最初俺寝てマッサージガンみたいな順番待ったんだよね、うん、それがもう時間がないから、うん、もうマッサージガンしか寝るって言ったけど、うん、寝れるわけがないすごいマッサージガン肩とかやってくれるんですけど、うんうん、もうね歯がねガク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 ってずっとぐらいになってるんで寝れないんですよ全然。でかなり強めのやつはグーってやってて、うん、痛い、うん、それも効くんですけど、うん、そうそう一睡もだからしないです、うん、要はもうあれ電動だから、うん、起きてくれって言われてるようなもんですよね、起きてくれって寝たら起こすときにあれをやればいいかなっていうぐらいの感じです。でもやっぱ何を優先するかっていうところで、うん、でやっぱりいろいろ中でやってたのが補給先にしてテーマスター時間って順番が一番、それがそうやっぱ笛のが1分前だったって事件がやっぱあって、うん、その時にマッサージガンやって食べるの順番だったその時、うん、で結局笛が鳴らないからマッサージガンの時間が長くなって、うん、結局食べれずに出てったのその週間、あなるほど、でその時まだ周回が浅かった、まだ10周ちょっととかだったからよかったけど、まあまあうんうん、あこれが20周超えてたらこの補給一発できなかったのって結構大きく響いたよねってなって、だからもう補給しっかり毎回は毎回すごく 大きい食事をするわけじゃないんですけど、もう食べるものはしっかり食べてそこからマッサージしようっていう、うん、54分のラップでね、でその刻んで最初は行ったんですけど、やっぱり54だとそのマッサージガンがやりきれなかったんですよね補給と、だからやっぱり 1、2分はやっぱり少し早くしなきゃいけない、で、うん、じゃあとトイレっていう問題が出るんですけど、トイレも例えば自分がスタートするときに次にトイレ寄ろうっていうことではなくて、走りながらトイレのこう催しが出てくるものだから、うんうんうん、そこでまたちょっと調整がかかってくるっていうのも実際みんな多分あったと思うんですよそれは、うんうんうん、そうですよね、そう12時10分になったらトイレ行ってくださいって言われてるようなもんですよね、うん、最初からしたくもないのに、そう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 、したい時に出てくるもんだってことですよね、だから行ってその時間を調整して、で本当に細かい話になると あそこについて例えば52分50秒で入ったとしたら、うん、トイレに行って、うん、30秒でその場に行ってとおしっこして15秒で、でやっぱり1分とか2分とか余裕で取られてきちゃうんですよ、うんすよね、うん、でテントに持ったら55、うん、6になってるんで、うんうんうん、そうするともう早くマッサージをっていうような感じになってたっていうのは場面的にありましたけど、2分マッサージ、あれ、1分以内で食べて2分マッサージで、うんうん、もう行くって感じだよね、そうでちょっともうマッサージしながら寝るわっつってガガガガガ
だからその結局テント空いた場所移動しませんかってトモさんが声かけしてくれた時、はい、もうたかなり大勢の人はもう動きたくなくて、サポーター勢がいいですいいですって言ったけど、吉田さんち動くって言った時に、はい、よくだなと思ったけど、もうこう結構だって次に朝開けてからだから私たちも疲れてるし、今こっから引っ越すなんて考えられないと思ったけど、でも時間を追うごとにやっぱあの入り口にいるさんってでかいよね、でかくなってくるんですよね、だからね、でそれを知ってると、そうだからそれを知ってるか、もう長く残るってことをもう最初から考えてて、そのための最善のことを吉田さんもだし、吉田さんのサポートしてる家族もいつもその最善策を必ず取ってるっていうか、休憩の仕方とかもそう、ちょっと、ね、隣だからたまたま見れたりとかして、あ、なるほどってこう思うことはすごく、そうですよね、あそこで向かう時間が2秒と10秒ぐらいの差はあるから、本当にあのバックヤードってその本当細かい数字っていうのがどんどんのしかかってくる、行動の中でのありの一撃の、ありの一撃の、はい、あ、吉田さんとかあれ紙おむつとかもやっぱり持ってきてるって言ってました。本当ですか？トイレ行けなかった時におそらく紙おむつを履いて、うん、それでするってことですよね。いや、ちょっと僕ちょっと僕もちょっとそのね、あのいろいろ思ったんですよ、あのトイレはねグリーンセンターしかないので、だけどもうおしっこがやばいっていう場面あったから、俺がこのまま漏らした状態になったら、失格になるのかっていうのも思ったし、バックヤードは失格じゃない、あ、失格じゃない人間として人間これもこれがどっちがいいのかなと思って、こう我慢 してでもフルマラソンとかしちゃってるって言いますもんね。瀬古さんはそうらしいですよ、瀬古さんはそのまましろって、瀬古さんだけじゃなくてこう、ね、トップの人たちはもうしちゃってるっていう、女の人もしちゃってるって言うじゃん、だからまあバックヤードもしちゃってる、バックヤードそれ出てくると思いますよ、そのもっと追い込まれた時に、冗談の知らないうちに出てるってこともあるかもしれないしねまあそうですね、回収回そのくらいはやっぱりかか負荷がかかってくるかなと思いますけどね、結構この前大雨降った時も、一応僕も練習しました、する練習、おしっこする練習しました、あ、走りながら、でも難しいですよ、僕でもこうなんか出さないで、出さないで、出すのはもうあれ結構スタンダードじゃないですか、はあ、あの出さないでそのまま走りながらそう、私なんか誰だったか忘れちゃったけどその練習をやっぱ雨降ってるから、雨降ってるから、そうですよね、雨降ってるから、ね、沢沿いで川も入るからすごい、あのしづらいですよね、しづらいです、 あれだ、スキューバーの先生だ、スキューバーって結局や、潜りながらするじゃないですか、でそれもさ、でもプールとかってそうじゃん、子供が行くプールってみんなそのままおしっこしてる子供の話でしょ、だから大人にすると、いや大人になるとやっぱりさ出しちゃいけないって思うから、なんかそのサーフィンとかスキューバの人たちは海の中でするって言って、でもそのしていいよって言われてもやっぱ自制心が働いて最初できないっつって、でそれを練習してた人がいて、私の友達で、そしたらなんかだんだん緩んできちゃって、なんか寝て起きたらしてたとかおねしょじゃん、でもそうなっちゃうよね、そうです、その癖を、その癖をつけなきゃっていうか、その練習をしようって、その人も真面目だったから、そのなんていうの、外でする練習をこう、なこう、あの何ズボンを下ろすとかそういうことじゃなくて、自然にする練習を繰り返してたら、朝起きたらもう出てたって、その気持ちわかりますよ、要はそのね、そのダムを解放させる、させないっていうの能力がもともとあるんですけど、トイレじゃないとそれが機能しないっていう体を、それを出せるようにすると、多分ジャーってなっちゃうんじゃないですかね、やっぱこう ね服を着てる中でね、その状況もね、違うからちょっとねストップかかるもんね、なんとなくなおかるね、そうそうそう、特になんかその変な話だけど、こう肛門ってこう瞬時に気体か液体か固体かっていうのを判断してる期間だから、そうか、おならの時にうんちが出ない理由はそういうことですよね。もう瞬時にこれ気体だったら走りながら出していいけど、固体だったらみんな、固体と液体はやばいと思ってみんな我慢できる。それはもう瞬時になんかね、外、ちょうどたまたま本当に今週ラジオとかでその話をしたんだけど、外側がマニュアルで、内側がマニュアルの筋肉があって、内側にオートマの筋肉がついてる。肛門みたいな手を。その2つの筋肉が肛門がついてて、内側はオートマでもうなんかこう来たら開いちゃうんですって。だけど外側にこう自分でグッてやれる筋肉があるから、それでもうなんかコントロールできる。コントロールできる。なるほどなるほど。そうそうそう。だけどそのオートマの部分はそので固体液体
期待っていうのを感じてるから、うん、期待だよとか出すんだけど、うん、そのだんだん弱ってくる、あのほらちっちゃい時はそれのセンサーがうまくいってない、うん、年取ってくると鈍くなっちゃう、うん、だから人間の普通の人間はその察知してそれ出すんだけど、うんうん、それがこう、ね、たまに間違っちゃってなるほど。おならもだから今回もみんなおならしてましたけど、みんなあしてます、やっぱりしてます、してます、してるんだけど、ここは女子が2人いたじゃないですか、はいはいはい、で僕だからなんかいいんだけどこう悪いかなって僕女子だったら思うじゃないですか。でやっぱ後ろ向いたりとかして、でもみんなでもおならのオンパレードでしたよ、みんな。あーでもそうだよね、うん、おなら伝授してましたもん、もうなんかどう元気そうだね、本当に疲れててもおならで会話してる、そう、もう喋りたくないみたいな。それいいですね、喋りたくない。いやもうどうもおならでいいじゃん、ブーって、うん、バカだね。そう、おならでわかる。そっかーって。いやいや、本当ですよ。まあね、無事終わって何よりっていうことですかね。そうですね。大きな怪我人も出ず。そうですね。高健さんからは無事だったっていうことは聞きました。よかったです。はい、あのメッセージは来ました。よかったです。よかったです。単行部程度ですね。あ、よかったです。で、ね、吉田さんも前々回か、肋骨と腕が折れてたって言ってましたね。うん、折りましたね。あとあと、ね、そう、なんか走ってる最中はやっぱ気がつかなくて、うん、終わって調べてみたら肋骨と腕が折れてた。うんうん、肋骨はあれだけど腕折れて気づかないってちょっとすごいよね。いやーねー。もう言い訳できないですよね。だからもう。いよいよ、そう、結構転んでほら、だからまあボコボコがね、だから整地してくれたから、うん、今年はそれも、うん、そうね、前はやっぱちょっとした石に乗って転んでって言ってます、うんうん、明らかに良くなりましたよね、足元。痛みの行き地もやっぱり鍛えられるらしいんで、人間、うん、なのでその例えば本当に吉田さんとかが痛いっていうレベルって、うん、痛みを知らない人だったらもうショック死しちゃうぐらいに痛かったりとか、そこら辺鍛えられるらしいんで、だからなんか、うん、本人は痛くないけど一般的には痛いっていうことですよね、うん、あ、なるほど。それもなんかすごい距離走ってるし、いろんな経験してるとやっぱりそこが強くなってくるんですかね、やっぱり、ね、うん、それは大事なところだと思うんですよ、バックヤードに、やっぱり、うんうん、そうか、痛みの行き地を上げる、なんかいつもなんかだからこう、うん、なんかね、腕にピンとか刺したりしてこう来たり、なんかほら、なおこちゃんね、ママでね、うん、出てたけど、やっぱそう、大なり小なり出産経験した人は痛みを出産と比べるんでね、うんうん、そう、なんかそういうのもあって、なおこちゃんとかつね、割と強く、でまさもじゃ TDT 大丈夫じゃないですか。まあね、そうですね、そう考えると TDT ですね。そうですね、うん、いよいよ、何わざ今このバックヤードの話の流れでします。いや触れってことはなかった。いやいや全然、ただからなんかこう、でもその TDT は来週あるんだけど、はい、その長い距離走ってる時にすごく考えること、うん、考えるよ、こんなに痛いことってあったかなって、自分で、うん、足痛いな痛いな、こんなに痛いことあったかな、ないよな、いやあったな、出産だなとか、うんうん、なんかこうずっと痛いんだよな、もう3時間ずっと痛いわと思って、こんなに痛いの3時間も4時間も我慢してたことあったかな、うん、あったな、陣痛12時間あったわとかっていうので、うん、こうごまかしていくっていうのは割とこう、うんうん、なんかごまかしていくっていうんじゃないけど、あ、なんかその痛みを経験してると、あの痛みを我慢できたんだから我慢できるよな、うん、みたいなので置き換えていくっていうのは、多少は、うん、母親は強いってことですね。だからそういうので、その吉田さんの痛みの傷のレベルが上がっていくっていうのもそうかもしれない、うん、そのなんかこの前モリモリがポッドキャストで、うんうんうん、あんまり練習しないんですよね。あ、本当なんですか ね。で、それを今ちょっとふとこの会話をしている間にちょっと思い出して、うん、やっぱり主戦場がこう長い距離じゃないですか、うん、で逆に僕も100マイルはね、今日走ってって言われたら走れると思うんですよ、はいはい、その感覚ってランニング始めた頃ってないじゃないですか、はい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 、それはやっぱこの体が覚えてるというか、はい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 、で僕も昔は結構100マイル走る前はめっちゃ走ったりして練習したんですよ、うん、それは走らないと走れないっていう不安があったから、うん、でも実際何本も経験しておくと、まあ、昔みたいにじゃあ100マイルの前に50マイルとか80キロとか100キロ走っとかなくても、うん、まあ、練習次第で全然走れちゃうんですね、うん、だからこのなんかこのそのもりもりも練習しないっていうのもやっぱり走った
過去に実績もあるし、うん、走った感覚があるので、うん、そんなに走らなくても、うん、もうなんだろう、あの痛みと一緒で、うん、このぐらいの痛みが来るんだっていうのをもう知ってる、このぐらいの距離踏めばこのぐらいの痛みのゾーンに行くってことをなんかなんとなくもう過去の経験上知ってるから、うん、そんなに走らなくてもいいんだなっていう、そのやっぱ行き地が上がってるんですよね、うん、だからそこに行くと行き地っていうのはまあもちろん下がるかもしれないんだけど、やっぱり下がる ほとんど下がらないから、そこまで行っちゃうと、うん、なんだろう、あの分かっちゃうというか、うん、あの、うん、と僕は思いましたね、うんうんうん、だからなんだろう、あの僕も100マイル初めて走った時ってすごくダメージが多かったんですけど、うん、今はもうそこがどんなところなのかっていうのを知ってるんで、リュウジももう20何本走ってます、29になりましたね、はい、走ってるんであればなんとなくこんな痛みが来るんだろうっていうのは分かると思うんですよね。でやっぱりそのウルトラ、超ウルトラやってる人たちってもう1000キロとか500キロっていう、うん、そこのどうなのか分かってるっていうのがやっぱり大きいんですよね、うんうん、必要だったものが必要じゃなくていいんだっていう判断ができたりかもしれないですね、もしかしたらね。トモさんが俺すごい印象があるのが、昔トモさんがその400、月400っていうのを目標にしてて、で残り1日しかなくて320キロしか、はい、あだから80キロ足りないのを、うん、なんか夜中1日で80キロ足したっていうそうなんですね、もう例えば、うん、ね、そんなこともね、はい、やっぱり一つその距離とか意識してしまうと、そういうことを踏まえて、であなたも、ま、毎日走るとか、そういうなんかベースができたから、今明日100マイル走ってって言ってもできるってことですね、うん、要するにね、はいはいはい、何もこうなんてしてなくて走ってるわけに、私は違うってこと？あんな爪は？なんだ爪は？戻りました。お後がよろしいよね。でもなんかそうね、難しいね、だから人こうなんていうの？でも一段階二段階かその上がっ、今友さんの説明の話って、うん、やっぱり段階のこう、そうだよね、段階だよね、レベルのアップですよね、うん、なんかね。うん。うんで僕もトモさんのね、トモスピット、ね、うん、練習も、僕もだから100マイルっていうのを念頭に置いたプログラムを作ってもらってるんですけど、うん、じゃあね、60キロ70キロ週に走ってくださいっていう練習ではないかったりするんですよ、これがね、うん、トモさんがよく言うベースアップっていう言葉が合うトレーニング、うんうん、で俺が今までやってこなかったトレーニング、自分の底上げをしていくと、そう、そのウルトラを走った時にいかにウルトラを楽に走れるかっていうところですかね、それを考えて、ね、はい、100マイルを36時間制限で36時間で目指してる人ってもうスタート直後から、うん、もう1分もミスれないよっていうのを耳元で言われてるのと一緒で、うん、でもそれがベースが30キロのベースになってくると、うん、6時間まあ下手こいても何かあっても6時間あるんだっていう余裕、それが今度24時間になってくると12時間も余裕あるんだっていう余裕度がやっぱりあるのとないのじゃやっぱり展開が変わってきますよね、はい、なるほどね、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあまた次回、そうですね、来週もまた聞いていただいて、はい、来週もまたあんなちみやなんだちみやがまさかの来週もあると、小山田隆二と矢田智和のあんた罪は何だ罪はありがとうございました、ありがとうございました。